あの、すごい考察して勝ったら、こんなヒロちゃん誰が見たいんかって。ゴス黒で、それでもそれをかいくぐって奇跡の勝利を収めるの見たいんですよ、みんな。ヒロちゃんのほが、または自爆ですね。これしかないんですよ。あれがヒロちゃんで真面目にやってほしいと願う人がいるんですかっていう。いたら、えあがります。朝が来ました。ょ寝込んでしょ 昨夜は誰も死にませんでした。1番のプレイヤーは、話すこと考えてなかったっすね。うーんとね、そうだな、まあ、村の人は落ち度作らない、ちゃんと話を聞くっていうのは、まあ、もちろんなんだけど、僕は一周、まあ、目は印象論だけでいいと思ってて。 どこ釣りたいまでは言い切るのって結構難しいと思ってるのよ。なんで、僕はついこの位置だし、釣り切るとまでは言い切れないっていうのは言っとこうかな。ここ気になるみたいな感じで言うと思いますね。で、あと、そうだな、僕飛躍2かすかもしれないんですけど、ちょっとなるべく役の人ってサクッと出てきてほしくて、 まあ2周目僕の位置で多分出てくる人が多くなっちゃうと思うんでまあそうするとまあ頭混乱するのでちょっとなるべく1周目に出てきてほしいなって感じですね以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい1周目に出てほしい人なんですねはいあ僕は役がやりたいようにやるからそれ言ってもしょうがないかなっていう人なんで だから、必然的に勝手にしなさいっていう感じのスタイルです、ね。はい。だって、もう潜伏した人に一瞬目から出ろって言っても変えるわけないので、うん。時間の無駄かなって思っている感じの。だから、必然的にやりたいようにやったらっていう感じになります。一周目でも二周目でも、はい。まあ、一の考え方もわかりますけども、はい。えー、決め打つのがでなんかできないとかで言ったけど、例の決め打つってことですかね。例のロラするタイプなのかな。決め打った方がいいと思いますけどもね。 最悪ロラ、うん、っていいい感じが一番いいと思いますけども死んだともう確信できる人を自信があるくらい自分のせいさが自信があるくらい死んだと思えたら残せばいいと思いますけどもはい3番のプレイヤーは発言してください,ださい人柄さんにお願いがあるんだけど霊能対抗で出るよりかは仮対抗で出て霊能ロラとか霊能対抗とか盤面とか飽きるからな,んかなかなか仮対抗っていうのが 来ないなって思ってるから、たまにはそうしてっていうのは、まあ一つのお願い。で、まあここは歌ったらダメルールっていうことなので、例えば僕目線はもう占い一角、例の一角、仮一角者が歌ったら確定釣りしますよ。だってその、この村のルールなんで、関係ありません。歌った方はもう確定釣りというルールが決まった以上、一角役でも歌った人は確定釣りですっていう。気をつけてくださいね。どれだけ。と。 普通にやってないからなんだろう,、まあうね、と思われるわ、まあ。普通にやらる歌うことが変だな、まずは。ま、一番最初にやればいいんじゃないまあ、一番最初にやるのは前提だから、まず<る>に、あ、その通りで、じゃ一番最初に乗っかるってことなんだな。そっちに好きにしてもいいと思う。4番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 占いで9シロです。三、えー、日に関しては、印象が悪いですね。 3,2,1っていう順に悪いですね。その理由としては、3番さんは、うーんゲーム始まる前にね、この、えー、村は歌はダメってことは知ってるんでみんな、それをまた言うことはない、うん。それだったらもっと違う話をしてほしかった。2番さんに関しては、うん、全、えー、っと、役の、えー、っと、役の、 思い通りにすればいいっていうけどじゃあ2番さん役出ないでやっぱそこまでの考察っていうのが裏りがある考察ができるのかうんそこが進化の問いどころですね1番さんに関してはなんだっけな別に釣りたい位置をどんどん言えばいいんじゃないって思うんだけどなんか防衛感があったなと思って3日印象悪いっすね5番のプレイヤーは 発言してください行てきますきたただまだ太鼓出てきたいんで、まあ、現状なんで現状なんでね、一応、防衛官、防衛官働かせていっときますね。まあ、でも4番さんが3番さんに言ってた、なんか、あのくどい、俺もくどいなって思ってた、この人。くどいなって、言ったことわざわざ言う必要ないと思ってるから、3番釣ればいいんかなって。 ただ、ただですよ。2番さん、ちょっと僕、2番さんの発言の時に、なんかあの、接続切れになってたかどうかわかんないんですけど、なんかあの、接続不良になってたんですよ、僕の画面上は。はい。で、なんか部分的にしか聞こえなかったんですけど、時間の無駄なんでとかなんか来たんで、え、そんなに時間の無駄ならこのゲームやんなきゃいいのにって普通に思っちゃいました。はい。は、え、い、ー、わかんないんですけど、まあ、それが正しいのであれば2番ずつって早く寝かせてあげるのがいいかなと思いました。以上です。 6番のプレイヤーは 7番のプレイヤーは発言してくださいなんなのこいつと思ってるけどまあ俺もね231の順番でおかしいと思ったのだからね4番はねもう,もう絶対死んだよで5もオオカミじゃない45繋がってないし <laughs> 例えば4が強人で5もねなってない 俺めちゃめちゃにいいおかしいと思ったからね、はい、まあどうでもいいんや、まあ、6はどうでもいいから例の対抗どうぞもうくだらねえんだよ2316がめんどくせえんだよ8番のプレイヤーは発言してくださいララバンさんは例のでいいんだねあ了解です だとすると、6番はどうでもいい。強人だからもうどうでもいいっていう発言でいいのかな。まあ、それだったらそれでもいいよ、全然。じゃあ、2周目のさ、ね、盤面揃い次第、うん、固まった7番さんが6番を弾いたっていうのは分かりました。今回はね、6番は強人で、うん、こんなさ、しょうもねえやつさ、うん、釣ったとしても白だった場合って強人だろって。人狼探してからって、うん、3番、2番。 2番3番、まあどっちでもいいんだけどもさね確かに2番と3番の発言はさね俺も納得できないものがあるんだけども、うんね、納得しろってさできないよな普通にあるんだけども基本的にさ7番が 6, 6番理由がわかんねえなあなたが「死ん」だったら6番「9番」のプレイヤーは発言してください 平和村になりそうですね。ヨーさん、どこを釣ろうか。ヨーさん。一番のプレイヤーは発言してください。さちょっともうちょい真面目にやってほしかったなっていうのがあって、あ、5番さん、霊能太鼓ですか。ちょっと待ってね。はい、把握しました。そうだな、七番さん、気になったのは、 まあ単純になんだけど、まあ、6弾いたのもそうだし、ね、結局3、2、1でおかしいと思っているのに、2にばっかりフォーカスあててたのを、なんなのこいつっていう感じだったんで、印象悪いのは7かな。で、誰だっけ、3番さんだか5番さんだか言ってたんだけど、なんか僕の位置で上げれないのは、これ2周目の話があるからさ、結局上げれないんだよ、次位置なんか、おかしいやつを。 た僕は今現状6番が一番いらないと思っていてなんか変な音ばっか流してなんか邪魔邪魔だから邪魔だからマジでいらんと思ってるから6番釣りたいんだよねめちゃめちゃ気持ちとしてはめちゃめちゃ6番釣りたいけどまあ占いに合わせるかなって感じですね以上です 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい6釣りで57芯にかけるしかないんじゃないですか6釣り最悪 わかんなかったら、8 1 3を2回。まあ、次の日、グレー釣りっていうのも、釣らない結果次第でって。まあ、6番釣らないと、最悪57決め打ちになるけど、ちゃんとゲームしない人がいる状況無理だから、どっちも印象悪いですけどね。あんたらの好きなようにやれって言ってんだろ、俺。一周目でも二周目でも。お前舐めてねえよ、お前らよ。釣り切りでいいよ。マジでムがつくよな。お前ら死んだったら舐めてねえよ、まず。人外はいいよ。 マジで俺が怒っていいだろう。お前らの好きなようにしろって言ったのに2番が悪いよ。舐めてねえ、まずよ。マジでムカつくわ。お前らの好きにしろって言ったのは俺だろうよ。1番とか舐めてねえと怒るだろう、5番だったらよ。何が2番黒いんだよ。お前して1番黒いだろうよ。何が一週目だ、俺は潜伏してんだって発言になるだろうよ。2番の人に言うか、まずよ。役が好きなようにやってくれって言ってる方に。 潜伏して、一周目ゼ0って1番よりも、2番が黒い釣られろ、まずよ。7番も何言ってんだよ、まずよ。何5番乗っかってんだよ。一周目だろうが、二周目だろうが、どっちでもいいんだよ、まずよ。役に言ったって時間の無駄だろ、まず。その、その話をしてること自体が無駄だろうよ。一周目から出る7番、二周目から出る5番、やりたいようにやってんでしょ何が役の出方話してんだよ。時間の無駄だろう、まず。 だって役は勝手にやんだろ、5番、7番みたいに。1周目、2周目って。ほんと、激動案件だろ、こっちからすればよ。それが黒い最白だろ裏出したらマジで使えねえわ !2 番が最白だろ、1番よできるやつのコメントってな、好きなのやれなんだよ。1周目とか2周目とかな、言ってるやつってどうしようもないやつやつらばっかりなんだよ、6ずり。3番のプレイヤーは、発言してください。さいパッションはすごいけど、 自分で最初だよって言っちゃダメだよ。当たり前だろ、俺が最初だろ、もう。かっこ悪い。俺かっこいいぜって言ってるのと同じだから。俺かこいいに決まってんだろ。から見てその人がかっこいいかどうかとか俺はもう無駄目な、止まんないもんね、まあ。ちょっと。何考えてんだろうと思う。ダメ。アウト。まあ、それだからっつって人外要素ってい上げてるわけではないけど、注意した方がいい。えー、っとね、これね、カリー6番さん以外にいるんだったら出た方がいいよ。俺は4番さんが死んだった時にケアをするべき。 ま別に4番人外の占い受賞で、6番実は死んでしたっていう可能性もある中で、仮が出ないってことは、6番の時に4番って確定が見される存在だから、じゃもうゲームになんねかが終わればいいじゃんもう。6番さん以外で仮いないですかね。じゃあもうゲームになっていってことは6番つった時点で4番は確定が見されます。この場面が確定してますよ。だって仮出ないんだもん。そうでしょうね。ダメだなって。だから、その、 6万さん以外で隠れてる狩りは何も考えてないんだよ。この場面って4万が一角だろうっていう目線になるのが結構、なると思うんだけど、4万さんの気持ちは考えてない。じゃあ4万が狩りをなったらどうするのって。そうなると6万が狩りになっちゃうんだよね。ここまでいって,てないってことは。だから陣外って結構ハンデついてるな、あ村,だね、村はハンデがついっちゃってるんですよ。この時点で。まあどうせ負けんなら負けていいんじゃないもん まあ、6番が人狼だった時の平夜分になったっていうのもこの点もあるんですけどね。6番さんの相方が、もう狂人にかけるしかないって,言って、まあ、結局、六番ならばが新居で出ている場面とかう、まあ、いろいろ、まあるじゃない。だって普通に6番人狼だった時って相方って占い辞書も霊能辞書も仮辞書もできないでしょ。相方がこんなんだから。はい。4番のプレイヤーは発言してください。 カリさん出てほしいなぁ。これ、6、あ、カリ。ああ。一応ゲームになるやん。マロロさんね。o <laughs> すコロパターン多いよね。そっか。逆に。発言なかったら6で。じゃないとゲーム進行上無理なんだって、6つらない。おば、ね、さんはなんで2周目で使用したのか。あ二2周目っていうか、自分の位置で使用しなかったのか、その理由言ってね。 今日グレーから行くのこれグレーから行っちゃうかこれ6番って機能してないけどっていう話なのこれどういう進行を取ったらいいの6は嵐と増然だから接続入れとうとうだから6釣らないと多分やばいよっつう話ああ6釣ら,、ね、らないともう多分負けるよこのゲームっていう話なの のプレイヤーは発言してくださいまず理由を聞かれたんですけど、別に特にないっすね。<laughs> あの、様子見っていう感じでいいですかじゃあ。3番が対抗で出てほしくないって言ってるから、それを陣外さんがどうすんのかなってのを見てただけです、はい。3番が陣外の可能性もあるんですけど。 まあ7番6番あるんじゃない ?7 番が6番釣りをしてないから。まあなんならワンチャン9番狂人の6番シーンとかもワンチャン世界戦としてはありますけど。はい。うん。あと3番視点でなんだっけ ?4 番が9白打って6番が狩人 その時出て、カリウドで出なかった。その時、その、その視点の時って9番がカリウドを持ってるって視点は3番視点降りないんだとは思ってました。はい、4番さんの占いたいとこ占えばいいんじゃないで。9番はそれで4番超えできるかを証明すりゃいいんじゃない。6を落として。もしかに4番考えたら9番巨人がはっきりするから。はい。で、6番死んで、7番の、7番狼、7番と、1、2、3、8。 あ、でもね、あのね、俺はね、今日やってて思ったのが、あのね、なん、なん、思った舐めてんじゃねえよ。2番の人のことを言うかこんなに言うかなあ、2番が最初のやろなあ、6番、6釣り確定釣り確定釣り、6釣り、確定って言って、終わり、終わった時に、腹かいて笑いました。面白かったです2番さん、ありがとう 6番面白かったってーゲーム性のためにはそれしかないでしょこっちは面白くもなんともねえよ6番が荒らしてる時点でこいつはもう何も発言してねえから 変なねえ。変な音流してる感じ。あ、なんか、わかんないんだけど。6ずりしかないだろう、だって嵐だよ、嵐しだで番絶対。5なら審議しなきゃいけないから。言っとくけど、5番ごときにね、<laughs> 負ける気さらさらねえから。ね5番目線はさ、7番狼ってやん。ねってことは、26って言ったやん。ね ってことは、7二な七7なの？ん。なあ、5。もうね、あの、ま、あ、ちょっと、ま、あ、汚い発言するけど、お前ごときにね、いちいちな発言聞,け聞きたくねえんだよ。なじゃあ、7狼だったらどこなんだよ。狂人どこなんだよ。言ってみろよ。な五。 で、6めんどくせえから、まあ、ほは5行きたいんだけど、6でいいよ。めんどくせえんだよ。8番のプレイヤーは発言してください。いや、本当は5行きたいんだけど、めんどくせえから6行くってさ、どうなんだろう。それはわかるよ。5視点も7がさ、人外だし、格人外だし、7視点もさ、5は格人外なんだけどもさ、 そこは強靭なのか人道なのかっていうところでも互いにあると思うんだけどさ、グレーの中のさ、7のさ、1周目のさ、6を弾いたのって7番ってだいぶマイナス面入るよ、普通に。それは自分で理解しよう、普通に。2番がさ、吠えてんだけどさ、2番が吠えるのってさ、おかつ違いでさ、お前が1周目の発言でさ、何言ってるのかさ、自分で考えてみろ、お前っ、ね。一回聞き直してみろ、お前。2番。お前さ、 大概さ、自分のさ、ね、発言さ、後でさ、何回でもさ、リピートして聞けんだろ、お前。2番。お前何吠えてんの、お前。はあ、言うとけだな。今日は6話するんだけどもさ、はあ、吠えどころがお前おかしいんだよ、普通に。言うてさ、お前さ、う、は、ん、あはあ。いや、喧嘩るんだったら喧嘩売ってこい、お前、普通に、はあ。このウワホがさ、お前喧嘩買ってやるから、お前、普通に。 だから嫌われんだろう。だから発言せまあ言う,いうことやな。今日はもう普通にゲームやるんだけど、だから言うときはる嫌われんだろ全くさわでもかんないから。ピコ,ピコピコピコがさ、チュー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 ,チューやってるからね。さすがにさ、俺が俺る部屋はさ、シャキってやれやすい前。シャキってやらないでしょ。レタスはさ、みずみずしいシャキッとしたレタスしか,食わないから。だからうま方を嫌われていくんでしょ。レタス 僕やるわけないでしょしリアキでしょはい。えっ、ー、とー、まあ、4番がかまれたときは僕が巨人確定になるんで、えっ、ー、とー、僕までのセサはいらないです、はい。いいですね。5番と7番のバッチバチに、1番と2番のバッチバチ、お角違いの3番、そして何よりも8番がこの部屋を取り仕切る。 素晴らしいですね。面白くなってきたんじゃない何言ってのまあ、まあ、今は村でしょ面白いかう,もう言いたいことを言っているような感じがもう素晴らしいと思いました、ね。それに言いたいことがあろうが、言いたいことがなかろうがもしかしたら僕は死ぬかもしれません。私は言いたいことがあるので、投票を始めてください。 ちゃんとゲームしてほしいわ。6番はロ2卿でしょ。番じゃないべ。全くもって笑うんだけども、ちゃんとやるねやつらのせいで、このちゃんとゲームが成り立たないっていう。一つの占い結果が大事やな。6番。6番がれし。6番プレイ選ばれました。って6番。6番。6番。6が6番。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 番 のプレイヤーは発言してください。

サクヤシンダノワキューバンドクシューランディーン1番のプレイヤーは発言してください八8シュなんー8シュなマイ 8番さんになんか聞きになったところがあって、まあ、2番に対する言及で、1周目の2番の発言聞き直せって言ってたところが、えなんか2番落ち度作ってたかなってなっちゃったから、8位何言ってるのやろうって思っちゃったんだけど、まあまあまあ、とりあえず、例のローラーすればいいかはもう分かんねえもんな、6黒入れんのかな、なんか7番に強じでって色い入れてんのかな。 それとも、ローでやってんのかなローの方が強みあるかロー目の方が高いかなナーバーさんが偽やった時はロー目の方が高いかなって感じかな5番、いや現状5の方が死に見えちゃうあまわ、あ、かんないからローラーする以上2番のプレイヤーは発言してくださいローラーってもう、あの 6は確定陣外、強陣か人狼だったら可能ですよ。はい。じゃないと無理ですね。6が陣外だったら可能。それは可能ですね。うん。で、つまり、8の村が確定した場合のみ可能ですね。釣り切りで1、3審議っていう。じゃないと、8番強陣だったらいけないってやつね。8村だったらいけるっていう。 要,要するに。ああ、八村でもめんどくさい、なんか。例えば進、五神六八が村村一三に京路をいるとかめんどくさいパターンがあったら、まあ、負けのパターンもありますけど。ああ、って思いますわ、もう。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。くさい6黒 ?7 は偽っすね。 偽確定っすね。もうその時点で人外しようっすよ。まず、6番が黒だった時の占いの神筋って4番だから。はい。6番の相方軸としては、まあ普通に5番、7番には存在しないのと、1番、2番にラス売ルーってなった場合、1番、2番の目線の神一って4番だから。絶対に。無理。狩りを噛んでる余裕なんてないっすよ。4番自身が1番、2番に仮にラス売ルーいて、あの、占い結果黒ってなったら最短2なで終わるから。 7番さん人外しようっすよ。クローズのは間違えましたね。あなたの打つべきことって白ですよ。バレバレですよ。よ5番の新気持ち。5番さん良かったですね。僕の優秀なスムラがいて。だ <laughs> かなんかもうおっちょこちょい。みんな。みんなって言ったら、ちょっと悪いんですけど。5番さん分かるでしょよく話聞いてたら分からんよ。盤面的に考えても。はい。なので、5番は釣りません。 7番、七番の確定人外してるんで、7番つって、5番の新、決める進行で、1番、2番のラスルを探すだけ。まあ、明日は四番さんいなくなるんですけど、仕方ありません、これは。もう簡単です。簡単。ね。五番さん。まあ、僕はもう、僕のことを狼って言っちゃうと、五番さんもうあなた。ストレスでしかないよ。1番、2番が誰なのかっていうのを、あなたが、あなた自身で上げるべきだよ。霊能権限。 権限誰が一番権限があるかって言ったら5番さんだよあなたに託すっていうかあなたのせいにするわけではないんですけど間違いなく1番2番に僕はラスールはいるうんラスールはいるよただ6番が相方だっていうのが1番2番にラスールはいないから7番が6番に黒結果を打ってるっていうことは7番の店が確定している終わり何だれ確定簡単4番のプレイヤーは発言してください え、その理論わかんないな。7が店で強だった場合って、3番さん目線、12ローローってあるんだよ。んなんかおかしくねえか、それ。これ、57はあって信教だと思うから、3番さんでもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう、8番さん。<laughs> 尾、ねね、が真だった場合って4白でしょ7のローはないと思ってるから3番3目線だと1二ローローだからうんどうなんだろうむずいね例ので陣外出ると結構ややこしいんですよねでも8番3白出てよかった部屋村で以上です のプレイヤーは発言してく番さん大丈夫三番村の六番村だったときって、強陣が落ちてない限りって、ピーピー怒っちゃうんですけど、わかりますか大丈夫ですか七番さん狼だと思ってます。七番仮に強陣だった世界線だったときって、一、二、三、二色いるんですけど。は八色の人か。 2>, 2番にまず今日の段階で思ったのが、昨日の段階でローラ、えーえー、5番のシーンにかけるかっていう発,発言を残しときながら、今日になって1番に乗っかって7号ロラもあるかなっていう発言に切り替わってるのはすごい違和感です、ね。何をもって2番さんは昨日5番をシーン決め打つかっていう発言になってるんですかあのキレパッション使っといて。誰が言っ,たってもいますけど。 あと、7番さんがなんか5番の陣外余裕で勝てるとか言ってるんで、まあ散々煽ってきたんで、まあ頑張って、まあ頑張ってというか、まあどの道七7番釣られるんですけど、はい。なんか煽っといて、それはなんかダサいなと思いました <laughs>。<laughs> すみません <laughs>。はい。で、なんだっけ、番が、てかそも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 昨日の段階で6番に手をつけてる段階で、 村は例の決め打ち盤面ですね。はい。以上です。7番のプレイヤーは発言してくださいお前さ、5番ごとくに負ける要素ねえんだよ。なななぜかっていうと、な6番白なんでしょ ?5 番さん、6白なんでしょあ ?6 黒なんだけどで。で、会った時にさ、ね、7って俺、オオだった時ってさ、 1,2,3ってさ、うん。精査してねえじゃん、5。何やってんのね。4番は8番が白なんだから、もう8一角なんだよ。俺、狂人なの。狼なの。狼で1一、ね。狼だったら出んだよ。わかるか ?5 番。狼だったら絶対出んだよ。まあ、5番ごときに負けるわけねえんだよ。で、そもそも、 だったら5番、だったら7番が何狂人狼だったら123。わかるでしょお枚目線は、5目線はね、123ってさ、ね、3分の1なんですよ。33%なんですよ。ね。それ、それ、もう言ってないんだね、5番って。 勝てるわけないだろ。<laughs> え、どうやって勝つの、のこれ。五番って。どうやって勝ったと思ってんの。七、七狼って思っちゃった。八番。のプレイヤーは。発言してください。七ましては六は人狼確定で。五、うん、番が狂人か人狼かわかんない状態で。 グレーは基本的に1、2、3が、うん、どこに狂人がいるか、どこに人狼が一匹混じってるか分かんない状態だから、グレーから行きたくないっていう発言でいいの、うん、リバンが急におとなしくなったんだけども、ちょっと、うん、違和感を感じてるんだけどもね。うん、今日は4番の3番でいいんじゃないあなたが違和感を感じてる3番っていうのは、 全全然然落として,みてもいいよ全然、うん、3番落としていいと思います。うん、じゃあ4番さんが違和感感じてる3番を釣りましょう。5番も7番も全然釣れるよな。うん。釣れるでしょ。7番は納得いかない。投票を始めてください。十人いいじゃないめんどくさいから。 理由もう眠いし、もういいよ。嵐がいて、こんなのは8番に白が出てた瞬間にもう負けだからいいよ。もうで、占い師がもう、例の行かないってうの3番のプレイヤーが選ばれま占い師が悪いよ。占い師のどこらがってんだよ、まず。もう、やる気なし。3番のプレイヤーは、発言してください。 5番さん、分かったよね。まあ、6番強人だったことにかけるしかないよ、これ。7番の靭外が覚醒してるから、もう靭外使用してるもん。で、8番さん、残念村っていう可能性は非常に高いけど、ここで強人使用ってないってことは、あ、そっかそっか、まだ盤面縄が咲いてるから、できないのか。五輪盤面だから。誰か噛むでしだったり、人狼って。噛んだ時に5人盤面だから強人使用ができない。 なるほどね。かっこ悪いですね。ここで強靭使用したら面白いけどな。まあ、7番さんが、オオカミときの相方軸は1番、2番。でもね、普通に考えて8番強靭って全然あるからね。だって、5、7で、2分の1で、1、2、3の3分の1のあれにかけて3ずりって言ってるんだよ。なぜかって言ったら、なぜかって言ったら分かりますよね。 8番3目線は強人で、五七おそらく7番が人狼じゃないかって誘った上でのグレーに対して3番が狼っぽくないから、3番の村を叩き潰そうという思考になり、8番強人が3番村を、これが一番手っ取り早いんじゃないですかね。猫馬さんの審査。あなたが噛まれるとこれ100%ないです。なぜ使っなぜかって、7番さんは、 3番にいたいけど PP なんでしょじゃあもういいじゃん。<laughs> 早く終わればれいいじゃん。占い師がもうこんな進行を取って始まらなくてんだからもう無理よ。夜が来ましたあともうこの5番が話も聞かねえからもう無理。もう悪いけどもう怒りを覚えるわ。<laughs> 占い師がこんな進行を取ってもう 7番でも行けば安牌の道も選ばないんだから、1番とか占わないんだから占わないんだから、センスは悪すぎるから端折らないんで。ます。端折らない人占い3番釣りたいなんて言ってる占い師なんかセンスだからます。すいません。もう勝手にしたらってもうどうせ。もうめんどくさいし、5番も5番で人の話聞いてない。誰も決め打たないわ。テイストは言ってないんだよ。 朝が来ました昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、7番から強人しようがないということは7番が狼確定で1番2番どちらかに相方がいるという構図ですはーい まあ僕釣ってしまったら最短で終わっちゃうんで、はい。まあ8番強人かなって昨日の段階では思ってて、ヒヤヒヤしてたんですけど、3番6番のどちらかにいるということで安心しました。まだ繋いでってんのでね。ね、はい、3番6番のどちらかにいる、えー、7番釣ってください。しか拾わないです。1>, <分>1番2番の精査はなぜ1番2番は、ね、<laughs> 最速 PP があるにもかかわらず、 えー、3番詰めができたのか教えてくださーい。ボクシーンでーす、えー。追加するのもったいないんでしません。7番のプレイヤーは発言してください。7番が巨人じゃあ6番何 で、8番と1番、2番が7番。1番、2番がどっちか狼いるので、7番が狼なんですかで、6番、狂人 ?8 番、狂人と言って、言ったじゃん。何人がいいんだよ。もう、無理だよ、5番。ゲームやんなよ、はい。5番いきますけど。ね、無理すぎんだろ。ごめん、5番目線は、 7って何なんですかね。狂人で、が狼ので、1番と2番ってどっち、う狼なんですかオでしょで、6番と8番が狼なんですか人外でしょえ何人がいいんだよね。あの、急に村ってさ、3人外しかいねえんだよ。で、5番さん言ってることって、もう4人外言ってるんだよ、人外 4人街のさ村ってねえからないんだよでそもそも4万3って8色だからね8がマックス教授なんだよわかるね5番さん <laughs> 5いくね8番のプレイヤーは発言してください、うん だとするんだったら7番も5番強人だった場合って俺を村で追い込んだったら6番の相方は1番2番にいるっていうことじゃん。そこも全く精査しないんだよ五5番人狼でずっと追ってんじゃん、本当に。56ローラーなのそこも違和感あんないけどな、マジで。いや、してるよ。56ローラーでしょ、普通に。 俺がマックス強人だって言ってんだったらさ、ね、一番二番のさ、人狼を置かないんだろ五番強人の俺スムラで、六番人狼の一番二番にさ、どっちかにさ、ね、人狼がいるのか追わないんだろお前。言ってねえじゃん、七番、普通に。言ったか、一言でも。五番五番で六番の白を持ってる、ね、八番がま、ね、強人だから、ね、七番は人狼だって。うん。 だとすると、1番と2番ってさ、どっちがさ、サイズ付けできんだよ、お前。人狼で。お前ら、大概にさ、プレイからいくよ、普通に。1番、2番のなんでいくよ。1番は2番のさ、考察してくれあ。あできるかできないか分かんないけどさあ、あ2番は1番のさ、考察。 1>, 1番は2番の人狼家庭と、2番は1番の人狼家庭、あと5番、7番の人狼家庭。ああ7番は6黒持ってるからな、普通に。やってくんねえかな、マジで普通に。1番のプレイヤーは発言してください。しいけど、うん、<laughs> とね、ここに来て、後から黒打ちってあんのかなもしかして。7番ローだった時、6相方で黒打ちした。 でもそうすると弱いよな。<laughs> って考えると、7番の方が新世界の方が見えてくるんじゃないわかる言ってること。7がローだったとき、6に黒打つとは思えない。あ、もし相方だったらね。だから、強人なのかな ?65、67強人でやってんのかなって思うと、まあ、どこかしらで一浪落ちてて、 5番が間違えて3番のご主人様を釣っちゃった世界線もあり得なくはないよな、ね。3番がご主人様だったの分かってたから、7に投票行ったっていう世界線もあり得るよね。そうすると、あ、でも、7と5もにしろか、3が。ってことは三角しろか。って考えると、ちょっと待って、考えながら喋ってるから。<laughs> だから、うん、割と、 7番の方に心あるんじゃないかなって思い始めてきた。ただ、結局7番も1番2番の精査をしてないし、ちょっとわかんないけども、2番の落ち度か、特に落ち度と言える落ち度ではないけど、初日、初日にもう決め打つっていう発言をしてたのは、ちょっと、なんで決め打てんのかなって。基本僕は安定進行の方が好きで、なんでかって言ったら、確実にほぼほぼローが釣れるからなんだけど、 ちょっと進行論の違いやけど、2番は決め打とうとしてたところかな、c t うなら。2番のプレイヤーは発言してください。一と言言います。1番は昨日こう言いました。霊能を釣り切るべきだ。やった行動は3釣り。今日は1釣り、全員で。精細釣りしましょう。確定陣外として落としましょう。私ですか ?4 番が使えない占い師ってことを証明するために。 57に行かずに3番に行って、で自分の力のなさを確かめればいいと思ったんで、8番というものを占って8番を評価する。こういう人を白をつけて、それで生きってる占い師は3つで負ければいいと思ったから。あと5番が言ってもいないことを熱をしたから、誰も昨日私は57の決め打つとは言ってません。どちらも芯なんか見れません。ただ今日は位置づりです。 一番はまあ五七釣り切ると言ったのに投票の三番ありえないから引ずり。投票を始めてください。<laughs> ありえん。オラじゃないべ。一番のプレイヤーが選ばれました。 ゲーム終了これがーヒーローャーフゥああ